こんにちは、 PR フィルムプロダクションのうつきです。山本さんに聞く成功のポイント3選ということでお話を伺っていきたいと思います。まずは山本さんに自己紹介からお願いしたいと思います。はい、山本優也と申します。 PR プロダクションイサミという名前で今活動させていただいております。滋賀県の方で、溶剤のリサイクル工場の作業員として今、仕事をしている傍ら、PR フィルムに参加させていただきまして、動画制作を、1ヶ月2ヶ月前ほどぐらいから、させていただいている状態でございます。PR フィルムプロダクションに、参加させていただく半年前ぐらいに何か楽しいことしたいなということで、一応3人で集まって立ち上げて、奈良県で AC プロジェクトっていうものなんですが、それは基本的にショートムービーとプラスオリジナルの音源をつけて提供しますよっていうことで、で、まあ、別で楽曲制作のみでもやりますっていうような活動をさせていただいておったんですが、その動画担当になる上で、まあ、初めてのことだったので、 PR フィルムプロダクションを SNS の方で発見しまして、これで僕が声をかけさせていただいたという経緯でございます。 PR フィルムプロダクションに期待してたことって何かあったんですか？はい、営業っていうものを全く僕はこれまでやってきたことがなかったので、何を準備すればいいのかっていうことも分からず、動画編集っていうのもある程度は分かってたんですけども、やはりそこら辺を学びたかったっていうのが一番初めですね。今回その獲得できた案件について、業界としてはどういった業界でしたか？はい、土木の会社の動画を作らせていただくことになりました。求人がメインなんですけれども、もともと昔の職場なんです。それが案件取れたというのが、もともと僕も土木で、働かせていただいておったんですが、でそちらの、社長さんと飲む機会が結構ありまして、でその話の中で、最近何してんのという感じの中で、最近僕は動画撮ってこういう作業、こういう仕事をこれからしていこうかなっていうと思ってますっていう話をしていたので、話はスムーズだったんですが、そこの会社で案件欲しいなっていう気持ちもなく普通に喋ってたんですが、まあいろいろと会社の話も聞くと力になれそうだなと思ったので、改めて会社の方に行かせていただきまして、営業っていう感覚でもなかったんですけど、とりあえずちょっと聞いてくださいっていう感じで行ってみたっていうのがきっかけでありますね。なんかすごくこう自然に入り込めたっていうところはあるんですね。とても印象に残ったキーワードが、その営業しようと思ったわけでもなくっていうか、そのそう、ね、本当に何か役に立とうと思ってこういうのあるんですよっていうのを話しに行った感じですね。ご自身が成功、案件を獲得できるに至ったそのポイントとなる点伺っていきたいなっていうふうに思います。まず第一に、 PR フィルムさんに加入させていただいて一番初めに思ったのが、すごくいろんなプロフェッショナルがたくさんいるなっていうのが、もうそれはもう本当に驚いたところなんですけれども、案件の営業もそれこそ難しかったんです。これはできないよねとか、こういう話になったら難しいからこういうアプローチはできないねっていう話が、まあ一つの悩みだったんですけれども、 PR フィルムさんに加入させていただいて、いろいろと人も紹介していただいたりして、そこに自信持って営業できるというか、自分のできないことはまた相談して誰かにやっていただけるというか、そんな環境がすごく整っていますので、そこが一つ自分の自信と、自分は何でもできるんですよっていう感じの強気で営業できるっていうのが一番良かったなとは思っております。はい、はいはい、次2つ目お願いします。クライアントさんに寄り添っていいものを作りましょうっていう気持ちが一番大切だったと思います。ちょっと困ってるから、困ってる中で僕が何ができるんかなと思った時に、スムーズに営業に移れたというか、うん、僕は素人なんですけど向こうからしたら関係なくて、うんうんうん、で5年後も10年後もいいものを作りましょうっていうのを今の段階で多分言えてないといけないと思ってて、5年後経ったらいいものを作ります、じゃあ
仕事にもならないし、信頼も得られないと思うんですけれども、うん、PR フィルムさんに加入させていただくことで、そこがカバーできるというのが本当に大きいなと思っています。だからもう、とりあえずもう10年、何十年やってきたかのような自信を持って、私ができるんで、できないことははっきりできないでいいと思うんですけど、まあ、多分できますというような曖昧なことを言わずですね。いや、めっちゃかっこいいですね。ちょっと待ってください。まとまらないですね。でも、おっしゃってることすごい分かります。はい、なんか、まとめようとは思ってるんですけど、一つ二つ三つと。まあ、でも、そこがやっぱり僕の中ですごく感動したのが、PR フィルムさんのその器の広さというか、その相談したら、じゃあ、この人紹介しましょうかとか、そういうことをしていただいて、で、まあ、不安なところも、解消してくれるように、定期的に面談もしていただけるんで、はい、すごく僕的にはやりやすいですね。チームワークはやっぱりありますよね。そうですね。最後の3つ目ですね。最後は本当にポイント3つというよりかはほぼ1つのような感じやったんで申し訳ないんで、逆にちょっと、まあ、良かったところというよりかは難しかったところを一つさせていただければなと思うんですけど、はい、一番難しかったのがやっぱりお金の話が、知り合いだからこそ今までお世話になってた社長さんにいくらぐらいでどうですかっていう提案するっていうのがやっぱり一番難しかった。クロージングをどこで決めるかっていうところがすごく難しかったんですけど、まあ、当然いろいろと相談してアドバイスをいただきながらだったんですけれども、クロージングがやっぱり僕の中では思ってたのと全然違くて、いろいろと話してて、あ、これ困ってる、これ困ってるからこれがいい、じゃあこれでいこうっていうのを頭の中で想像してクロージングに生かしていただいた時にやっぱり、首を縦に振ってくれなかったんですね。僕のベストとやっぱりお客さんのベストのが違った時のそのタイミングでやばと思って、どうしようと思ってたと違うなと思って、でその時にやっぱり焦ってしまったんですけれども、最初の提案だけだとお客様の悩みを解決できなかったっていう感じですかね。逆でやりすぎっていう、そこまでっていう温度の調整というか舞い上がってたっていうところもあるんですけど、ちょっとしっかりやらないかなっていう、はい、問題に対しても最短距離でベストの問題をと思って、はい、クロージング群を交わしていただいてたんで、そこにちょっと温度差があったんだと思います。そこでまあ一歩ちょっと引いて、まずステップ1というか僕が持っていったのがステップ3だとすれば、まあ、ステップ1、はい、その次のステップ2踏んでから、まあ、もう一回提案し直そうと思ったんで、まあ、今回はなんとかステップ1の1段階の階段を登れたかなと思っております。な、切り替えられたというか落ち着けたのは担当の SV の方からの相談の力もありましたかね。はい、あります。3つ目はやっぱり仲間の力をうまく使う、相談できる人に相談するみたいなところも大事になってくるっていう、はい、なんで結局ちょっとダラダラと喋らせていただいたんですけど、もう全てが、まあ、そこに一つに繋がってくると思うんですけど、もう本当に SV さんがすごくいい方なんですよ。気さくに喋っていただけますし、本当に思ってないときから、あ、こんな見方もあるんだっていうのを本当に毎回毎回気づかせていただけて、この存在が本当にすごくありがたいし、正しかったらいいんじゃないですか。賛同してくれるのと、一人で営業行きますっていいのかどうかわからないっていう気持ちで行くのと、一回 SV さんが確認してもらって、いいんじゃないですかって言われたらちょっと気持ちも楽になっていけるし、背中を押されるというか、そうですね。なんですごくこの環境っていうのが本当に自分一人じゃできないなと思って、本当に後押ししてくれるっていう存在がいるっていうのはすごく僕にとってもやりやすいなとは思っております。3つって言われたんですけど全然話まとまらなかった。3つが1つにつながって その強い説得力みたいなのをすごく感じたので本当営業してこなかったんで、もう気持ちだけで言ってるんで僕、いやもうそこがすごく伝わってきました、やっぱり、はい、最後にですね、はい、今後のその展望、こうしていきたいっていうところをお話しいただいて
はじめ僕も、プロダクションとして、特化したプロダクションを作った方が、刺さりますという形で、いろいろと考えていたんですが、今工場勤務なので僕の使えるスペックがあまり使えないなと思ったので、とりあえず今は PR フィルムプロダクションイサミって言って、キビさんの理念そのまんまの段階でとりあえずちょっと頑張らせていただこうかなと思っております。今後 AC プロジェクトっていう立ち上げるのは音楽を特化した動画でもありますんで、 PR フィルムさんプロダクションの皆さんにもその音楽制作の上で、お手伝いできることがあれば、また協力していきたいなとは思っております。 AC プロジェクトの方で奈良の方は一応奈良を舞台としてやろうかなと思っておるんですが、広島の方に住ませていただこうかなと思うんで、そこでまた、広島の方に行った時に、広島特化型のプロダクションも行けたらいいかなっていうのは思ってはおります。僕が皆さんと協力できるとしたら、音楽面でレコーディングといろいろと作曲等も、力添えできるかなと思うんで、そこら辺で皆さんと協力していきたいなと思っております。はい、別々ですみません。いえ、とんでもないです。人柄とそのポイントの時のその思いみたいなのがやっぱり強いなと思って、いや、めっちゃ素敵でした。ありがとうございます。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 PR フィルムプロダクションですね、動画×地方創生というテーマでですね、動画クリエイター、そして初心者のクリエイターのためにフランチャイズという形で、スクールみたいな感じでね、いろいろ募集しています。概要欄から LINE アットとホームページ書いてありますので、ぜひ興味あったら見てみてください。